よろしくお願いします。いらっしゃい、まさです。さあ今日もね、初心者の方、級位者の方にも分かりやすく楽しく居飛車を後付け実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。さあということで、今回ですね、3つのテーマは、1、攻めから遠くに囲う、2、歩の手筋で玉を角のラインに持ってくる、その3、まあ似たようなもんなんですけど、玉を危険地帯に誘うですねさあこの3つやっていこうと思います。さて、相手の方は今回居飛車ですね。で、最近はもうね、もう何回も言ってるんですけど、ずっと雁木の練習してるんで、先手番後手番問わずにとにかく雁木に組んでます。で、それによってまあ相手の方の駒組って大体まあ限定されてくるんですよね。だからまあ例えば攻め銀がこっちに出てくる棒銀、まあ UFO 銀は時々おるけど、棒銀か UFO 銀か早繰り銀か腰掛け銀か、まあ大体そういう感じかな。まああといるとしたらここに銀がいる形かな。まあその、まあ5択ぐらいになるんですよね。で、それぞれの形でやっぱりなんかある程度こちらも駒組みが、なんていうかな、理想形っていうのがあるんで、まあそれに向けてっていう感じですよね。で、まあ5つの形で、どういう攻め筋があるのとか、どういうカウンターの筋があるのみたいな、そういうところをまあ勉強しているところですよね。さてさて、なんかもりもり駒組みが進んでるわけですけど、相手の方、矢倉ですね、これは。銀上がってきて、まあ角は引いて使うんでしょう。このラインで使いたいという多分ことなんでしょうけど、まあ、これは、こちらとしても、銀をまっすぐ上がって、金上がって、みたいな感じの、角銀雁木の形にして、こう、自陣のバランスを取ったような陣形に組みたいと思ってますね。これはなんでかっていうと、角交換いつでも相手からできるんですよ。なので、その角交換に備えた陣形にしとかないかんよねっていうことで、角銀雁木にしていこうと思ってますね。で、相手の方の、なんて言うんだろう、この、銀の、こう、攻め筋が、どんだけ早いかによって、雁木に行くか、右玉に行くか、ちょっと決めるみたいな感じではあるって感じなのかな。まあ、とにかく、形として、このなんか、金銀の連結で、角銀雁木の形作っといて、飛車は引いといて、王様はこっち行くか、こっち行くか、わからんよ、みたいな形にするのが、まあ、今、自分の中で、まあ、最善の駒組みの形なのかなーみたいなちょっと思ってます。とにかくね、棒銀が多いんですよね。さて、で、ここでね、歩突く手が一応、まあ、最善ではあったみたいですね。歩突いて、突いてきた時に角避けて、取り込まれて同銀みたいな方が良かったみたいなんですけど、まあ、今回は、まあ、取り込ませて、みたいな形でやってますね。で、同銀。で、飛車回った時に、まあ、下がるルートでやったのかな。ああ、今回出てきたのか。今回銀出てきたんで、銀取って、まあ、取って、で、まあ、このルートだと、やっぱここの角の頭弱いんで、ここに歩打つのが一番良かったみたいなんですけど、今回角のライン避けたかったんで、王様寄ったんですよね。まあ、そしたらやっぱりこの角の頭弱いんで、角の頭に攻めてくるんですよね。で、ここの歩取られたくないんで、こっちに引いといて、まあ、歩打ってきたんですけど、これは同桂で取っといてどうなのって思ったんですよね。まあ、ここが怖いかな。こっちよりもこっちが怖かったですけどね。まあ、銀打って、この銀と交換しながら、こう、金が上ずっていくというか、金をね、こう、角に当てたかったんですよね。で、まあ、この辺に引いてくるんだとは思うんですけど、それで、どうしよっかなみたいな。まあ、角を追っ払いながら、銀も埋めといて、で、ここはね、まあ、軽ジャンプとかね、あったと思います。軽ジャンプしながら、この角の道を通すみたいな方が、多分気持ちよかったのかな。ちょっとね、この銀と桂の形が瞬間重い形になっちゃったんで、まあ攻めには行くんですけど、そう、このね、飛車先の歩がね、伸びてくるんですよね。まあ取り金はまずいんで、さすがになんですけど。
で走ってきますよね、普通にね。で角取りなんで、これ下から歩打っちゃったんですけど、これ角ここにひょっこり覗いて、これ飛車と角を睨んだ方が良かったですね。まあこれでただで竜作られちゃったんで、まあ正確なこと言うと相手の方の方がちょっといいはず。でまあいよいよまあ玉頭で戦おうぜって感じではあるんですけど、まあ部分的にね、こう歩の手筋をうまく使いながらやってってる感じですね。例えば同銀だとこれね、桂馬がいなくなった時に角の道が通ってくるんですよね。なので銀引いて竜に当てながら、これ桂馬ジャンプ狙ってますね。まあ、桂ジャンプして、そう、桂ジャンプがなんか先手になるようにしたかったんで、これ王様をね、この角のラインに持ってきたかったんですよ。これ歩の手筋使ったってことなんですけど、そう、これでまあ王手しながら桂馬ジャンプしてみたいな。さあで銀がね戻ってきたんですけど、これは桂ジャンプがまた当たるんですよね。銀どうしますって言ってるんですけど、まあここは別にもうなんかどうでもないかな、どうでもないかな。まあこれはもう突っ込むしかないですね。突っ込んで、まあこれは銀打ちかな。金も浮いとるし、角も取れそうだし、どうしますっていう感じなんですけど、まあ同金ですよね。でこれね、同歩の方が良かったんですよね。同歩なら歩が伸びて次と金作るぞって言ってるんで、攻め駒が4枚になるんですよね。だけどこれ角で突っ込むと、今角と飛車と金ぐらいしか攻めにあんまり参加してなかったんで、同歩の方が良かったっすね、あれは。さあさあ、そうでこうやって自分で伸ばしていくぐらいだったら最初から伸ばしとけばっていう話になるわけですよ。で次に歩なって、まあ、角交換なった方がと金ができてたんで良かったよねみたいな話なんですけど、まあ、これはちょっとと系統弱点攻めに行ってるみたいな感じですね。これ金取ったら金打ちとか角打ちとか狙ってました。あの取ってこなかったんで取り込んで、まあ、桂馬ジャンプしてきたけど、まあ金打ってガリガリ剥がしに行ってますね。これはちょっと苦し紛れな感じではあります。攻め駒がねちょっと少ないんですよね。まあ、歩も含めると4枚の攻めにはなるんですけど、ちょっとどうなのかなと。まあ、一回歩いただきますね。例えば、こっち行くと、まあ、飛車成が入るし、そうですよね。まあ、でもこれね、一回飛車成の前に、角とかで王手しといてどうなのって思ってたんですよね。なんか、手順にこの桂馬抜けるぞ、みたいな。ここに金打てば、手順に抜けるぞって思って、あ、こっち、まあ、こっちもありますね。これだと下に行くしかないんだけど、でこれで金引いた時に手順にこう、ああこっちか、こっちの方がいいな。でこれで詰みになるんですよね。王様はどこ行くの、こっちしかないんだけど、これで角なってきて詰みの形になりまして、勝利となりました。はい、ありました。はい、いかがでしょうか。今回ね、右玉対棒銀の形になりました。ぜひね、高評価、チャンネル登録していただいてですね、次回の対局で楽しみにしていてください。ということで、本日もお疲れ様でした。お会いしましょう。